姫子桜は、桜草か桜草族の多年草、高山植物、短い根茎があり、その上に5から12個の葉が根生する。葉は甲卵形、または卵円形で、先は短く尖り、基部は急に狭まって、傭兵となる。若葉は外側に畳まり、葉身の中部以下までの円に、不揃いの鋭い虚子がある。葉は傭兵を含めて、 長さ1から3センチメートル、幅0.5から1センチメートルになる。若葉地の裏面に白色の子がつくが、後になくなる。夏季は6月。家計の高さは5から1 0トルで、細い線毛がまばらにつき、先端に1から4個の花を3型につける。小花柄は長さ7から2 0トルになり直立する。ツトは線状皮芯型で、規部は膨らまない。 額は長さ4から6ミリメートルになる筒型で3分の1から2分の1の深さまで5列し、学列辺は狂乱形で先はやや尖る。果敢は白色で計1センチメートルになり、5進列し、学列辺はさらに2朝列する。花のドブは黄色になり、花筒は長さ3から4ミリメートルで額より短いか、同じ長さとなる。は5個。は1個で、 糸状になる。果実は、長さ6から8ミリメートルになりがくの2倍の長さになる、果てとなる。日本固有種。岩手県の早千根山特産で、鉱山帯の蛇毛岩地の湿った、れ基地、岩場、草地に稀に生育する。本州の東北地方の早千根山、岩木山以外の高山、阿鉱山の湿った草地等には、西安ずさ山を南原、南限。 八甲田山を北限としてひな桜が分布する。和名ヒメコ桜は、ヒメコ桜の意で、草子や花が極めて小さいことによる。種小名マクロカルパは、大きい果実のの意味。絶滅危具合へるありがとうございます。